ごきげんよう、ミッキーこと瀬戸美月です。 YouTube いや、初めての YouTube でテンション上がってます。いかにも個人カメラっぽくないけど、いいかな、まあいいか、一回落ち着きますはい、今回は初めてということで、私らしくね、行こうと思うんですけど、ファンの皆さんは、セナといえばコスメが好き、みたいな感じでね、知ってくれてる方も多いと思うので、今回は私のおすすめを紹介したいと思います。なんですが、やっぱりファンの方はね、男性の方の方が多いなって思うので、今回は男性女性問わず私がおすすめするアイテムをご紹介したいと思います。本当に私が愛用してるものだよ。ぜひ最後まで見てみてください。それではスタート。それではまず一つ目はこちら、モダンノーツワインコレクションリードディフューザーのシードルという香りです。はい、テンションが上がって買った時にね、ツイッターでも軽くね紹介したんですけども、まず見た目がめちゃめちゃおしゃれじゃないですか。まあ、今私の部屋の一角がこんな感じで、まあ、モノトーンとかね、少しかっこいい感じにこのディフューザーはこんな感じで飾ってます。このモダンノーツという会社はシアトル生まれ日本育ちっていう本格派ルームフレグランスのブランドさんになります。今回のこのリードディフューザーはワインコレクションといって、赤ワイン、白ワイン、ロゼワイン、スパークリングワインの4つの香りがあって、これはシードルというスパークリングワインの香りになります。赤ワインとかはこんな感じで見た目も香りも赤ワインみたいな珍しいものもあります。このシードルというスパークリングワインはリンゴで作ったスパークリングワインなんです。なのでこのディフューザーもちょっと奥の方にね、リンゴの香りがします。言われてみればリンゴってくらいで、全体的に爽やかで、甘すぎたりリンゴの香りが強すぎることもなくて、かなりおすすめです。少しお値段はするんですが、この大きさで少し、まあ、大きい方だと思うんですけど、3ヶ月から5ヶ月持つので全然いいんじゃないかなって思ってます。私はロフトで購入したんですけど、ぜひね店頭で香り試せたりもするので、気になった方はぜひチェックしてみてください。次は同じ香り物でボディミストを紹介したいと思います。こちらのザ・ボディショップのホワイトムスクローフレグランスミストです。香りの印象はトップノートがグリーンペア、洋梨ですね、あとはベルガモット、ミドルノートがスズランとスミレ、ベースノートがパチュリとラベンダー、そしてムスクです。洋梨の香りもするので、まあ、ムスクのね独特な香りが苦手な方も楽しめる香りかなと思います。甘い香りでもないので男性の方もつけやすいんじゃないかなと思います。見た目もシンプルで、まあ、中の色もねちょっと黄緑っぽくて可愛すぎないので男性の方も持ちやすいと思いますし、香水とは違って香りが優しめで、まあ、その分持続時間が1、2時間ということでね、短いんですけど、まあ、その分付け直したりとかもするんですが、強い香りが苦手な方も使いやすいと思います。あとはアルコールみたいな香りも全然しないです。次でラスト、最後は同じザ・ボディショップのものなんですが、ザ・ボディショップのフレンチリファイニングボディスクラブです。お風呂から出た後にボディクリームとか結構塗るのがめんどくさくて、なるべくお風呂の中でね保湿とかも済ませたいタイプなんですけど、ボディスクラブは保湿もしてくれるので時間がない方とかとめんどくさがり屋さんにおすすめです。このスクラブは中がオイルじゃなくてクリーミーな感じになってます。まあ、これからの季節は暖かくなってきて、オイルとかだとねベタつきが気になる方も多いと思うので、こういうタイプもおすすめです。あとは一般的には塩のスクラブが多いと思うんですけど、このスクラブはシュガースクラブになっています。なので粒が塩よりも丸くて肌当たりもすごくいいですし、塩でヒリヒリしてしまう方もいると思うんですけど、そんなことがなくて肌に優しいスクラブかなと思います。そしてなんとなくわかりますかね、この黒い粒々はブドウの種なんですよ。なのでこのブドウの粒は少し大きめで、スクラブ感が足りないみたいな物足りなさも全然ないと思います。そして香りなんですが、グリーンフレッシュの香りということで、すごく優しい香りです。なので強い香りが苦手な方とかにもおすすめです。
ザ・ボディショップのボディスクラブはタイプ別に様々な種類があって、どれも店頭で試せるのでぜひチェックしてみてください。というわけで、実際に私が愛用している男女問わずにおすすめするアイテムを全部で3つご紹介しました。かなり熱弁してしまったんですが、いかがだったでしょうか。個人カメラっぽくもないかなって思うんですけど、最後まで見てくださってありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。これめっちゃ YouTube っぽい。バイバーイ。いや、これ実はですね、編集も自分でやってみたんですけど、どうですかね。なんかできる方に入るかどうかはあれなんですけど、こういうねパソコン触ったりするのも好きなのでね、またこういうことやれたらいいなって思います。ありがとうございました。